もうちょいでローソンの辺とか行くんですよ。ああ、今、俺今、アルクに来たんだけど、アルクとかマルクに来たんだけど。マジっすか。うん。じゃあ、お待ちくださいませ。お待ちしております。雨です。じゃあまたここでやる感じですね。アルパカの飼料買ってきたんだ。いや、これがですねちょっと珍しいやつで、珍しいっていうかなんかスペシャルブレンドワイン。ワイン？ワインワインって書いてあるんですよ。ワイン NE じゃないですか。ワインだね。スペシャルブランドホワイト、うん、ホワイトとワインの違いをいかに英語ができないかよく見せてもらいましょうか。はい、どうぞ見せてもらおうか。コールマンの実力とやらを思ったけど言わなかったことを。あ、言ってしまった。今日ねちょうどあの来る前に、うん、YouTube で渚武志って芸人さん知りません？あのギレンの演説っていうモノマネがあって、うん、それ見てたんですよ。なんなん。新作パチノフクスのグランドチェア、ムーンレースってよく見ますよね。これ結構有名。テントとかも作ってるね。なんか結構見たことあります、うん、それの足を切ったやつ。足を切りました。足ついちゃったんだけど、ね、これ2脚で5000なんぼだけ安い。あ、そうなんですか。で今これ黒のやつは瞬殺で売り切れだったね。え、足を切ったってのは中にあのコードかなんかで入ってて、そうそうそう、コードを切った。うん、ここ足がつくんじゃったよね。で、それを外したことによって座椅子になってると。そうそうそう、グランドチェアになったね。なるほど。でも2脚買っても5000円ぐらい。そう、安い。安いですね。ここの何本ですか。なるほど。ちなみにこの靴はおいくらぐらい？いやいや、これはワークマンです。やっぱワークマンなんですね。なるほど。このなんか風貌も前なかった気がしますよ。あったよ。ありましたっけ、うん、前は出してないんかな。多分出してないですね。これだけだったろ。これは出してた。あ、そうそう、これだけ出してましたね、うん、なるほど。そしてストーブが置いてあると。そう、昨日の夜は一人宴会や。で、大したもん食ってないけど。なるほど、うん、今日はちょっとじゃあいいもん食おうと。快適よ、この中とっつらかってる系。実は中で女の子が寝てるとか。こんな感じ。いやいや、こんな感じだけど。あ、でも広いっすね。広いよ。うん、これもまた買ったよ。コット。あ、コットも買われたと。うん、すげえ快適じゃないですか。すごい快適よ。一人じゃ贅沢すぎるこのテント。ねえ。そして荷物がめっちゃいっぱいある。なぜ一人なのにこんなにあるの。いやー。面白いですね、やっぱ見るのは。まあね、人のテントなり道具なりはねえ面白いやろね。今日は僕何も持ってきてませんからね。寝る気満々なの。そうそう、いや、しかもあれ2泊してたじゃないですか、うん、だから下手したらこうタープとかも全部張ってんのかなと思って。あ、俺もしかしたら。ああ、いや、持ってきちゃうのよ。どうしようかなって悩んだよ。そう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 。ただでも雨すげえけそうっすよね。どうしようみたいな。うん、なんで、多分あそこの軒下でやるようになるだろうなと思って。ああ、そうなんです。持ってこなかったです。なるほど、はい、正解。正解です。200だったらね、俺も多分テント張ったまんまなんですけどね、うん、そうそう。これ明日晴れる予定じゃっけ、これ立てちゃうんだけど。ああ、今何時でしたっけ。1時半ぐらい。あ、2時ぐらいですか。うん、ちょっと前だね。じゃあ飲むにはいい時間ですね。はい、スタートです。スタートです。いらっしゃい。ありがとうございます。今どうもありがとうございました。いえいえ、どうもビデオ見ましたけど、子供さんがみんな元気でいいからいいよ。今日みんなね、手伝う気だから、ね、一番下の子がもうやる気満々です。やる気満々ですね、あれ。もう刺身出してる。どうしたら。いや、これ今から宴会ですよ。そろそろ2時になるんで、もう飲んでもいいでしょ。早からもう刺身出したるけど。いやいやいや、いやいや、晴れてればちょっとね、いろいろできたんですけど、ね、そう、晴れたらタープ張ったりとかするんだけど。一緒どうですか、ここで。飲む間だけでも。飲む間だけ。寝るのは向こうでね。今からだいたい8時間ぐらい。今から8時間飲みっぱなし。
これね、最近ね、枝豆にね、これをつけて食べるのがね、好きなんですよ。何？オリーブ&ガーリックレッドペッパーフレーバーオイル。いや、長いよ、名前が。つまりね、これあれなんです、これかけると、それだけでもペペロンチーノになっちゃうんですよ。へぇー、ペロペロチーノじゃなくて。いや、それはペロペロしてホチーノじゃないですか。あ、ええー、それをそこまで思ってたんだ。あ、しまった。信頼値高すぎて、あ、しまった。もう開けたね、今。乾杯しよう。すみません。君いつもフライングするよ、ね。すみません、どうしてもいつも仕事が早いもんで、ね。仕事早すぎる。仕事が早すぎるので。はい、じゃあ乾杯。いただきます。乾杯。あー、美味しい。ここで宴会するのは2回目や。ねえ。なぜかあるよね。ますね。でも快適よね。ちょっと影がないけよね。うんうん。インスタに上げたけ、鍵つけて誰か来んか。雨やけ来んか。でも明日休みですからね。休みでしょ、多分。みんな。明日祭日やろね。祭日やろ。はい、多分。多分感覚がなくて。俺もないよ。土日とか、日曜ピタッと休み。とかにしないとなんかないじゃないですか、曜日の感覚とか。しかもなんか大体気にするのって月初か月末ぐらいしかその月をイメージすることってないじゃないですか。さあ11月だ。早いっすよね。早すぎる。本当に何したんだろうって。ちなみに年末はね、もう予約したんですよ俺。ああ、あれ、あの毎年恒例。はい、先週ぐらいに電話したらもうあと5サイトぐらいしか空いてなかったんですよ。最近人気あるじゃんね。そうなんですよ。ただあそこ風がめっちゃ強いですからね。尋常じゃないぐらい。だって山のてっぺんだからね。いや、本当に本当に。まして、面が海じゃけ。ただ良ければこれ。あ、ちょっと一つもらってみよう。ちょっとビールに多分合うと思いますね。こんなもんがあるの。そうなんですよ。うん。なるほど。ほら、これ食った後にキスしちゃいけんやつや。入ってる。相手もいないくせに。いや、確かに。それ言っちゃおしめえな。いや、しかもなぜそこを気にするっていう。まあね。気にしくなくていいものを気にする。人に会っちゃいけないとかじゃなくて、キスしちゃいけない。でもこれあれなんですよ。100均で買ったんですよ、このオイル。あ、これ結構辛さもあるね。いや、そうそう、結構辛いでしょ。まさかキス発言が飛び出すと思わなかった。ちょっとびっくりした。ダメっすよ、アイドルはそんなこと言っちゃ。アイドル？どこのアイドル？アイドルはそういうことまで口にしちゃダメです。もう酔っ払いっすか？もう酔っ払い。あ、昨日の酒は残ってないよ、でも。どこまで飲んでない。なんなんすかね、一人だと自制心と聞くんですけどね。一人だと飲めんじゃん。あ、そうですね。そんなによく飲めんよね。飲めないです。やっぱり自制心が働いてるもんね。きっとそうなんでしょうね。それが、なんていうんですか、家でこう、心の方がリラックスしすぎて。ああ、それで酔うんかね。あ、それはあると思う。家は安心するって言ってるんだ。あれだけ家であれでね、酒飲んで暴れる人がおる。酒飲んでね、暴れたことってさ、いかないんですよね。ああ、そうなんだ。なんか暴れたらもう、捨てられてるよ。そうでしょうね。いや、だから多分あれ分かれるじゃないですか、その酒飲んで、上がる人と、なんかこう、ダウンする人ね。下がっていく人と、あと、ちょっとしたことが気に食わなくなっちゃう人と。そうそう、オールで。でも俺楽しくなる方のタイプ。そういう人に限って、大体普通、おっとなしいよね。酒飲んで暴れる人って。あ、そうなんですか。うん、なんかスイッチ切り替わるんだろうね。あ、飲んだら。もう俺なんか普段暗いからでしょうね。楽しくなっちゃう。誰が暗いって。どの口が言いましたか、今。ネクラなんで。ネクラ。ネクラ。いや、でも一人の時そうでしょ、ね、やっぱ一人の時一人で喋るとはおかしいですね。一人の時でウェイってなるわけないじゃないですか。ないない。そうそう、やっと鬼滅見たよ。漫画っすか。いや、アニメ見ました。見た、全部。俺、あ、全部見ました、うん、俺はね、13話ぐらいでダウンしました。あー、なんか子供が好きなんで、まあ、毎日見てるんですけど、うん、ダウンした。ダウンしたっていうか、え、面白いだろ、鬼滅でも。全員とうるさ、うざいけど。どうなんすかね。なんかやっぱ俺あれ系だとどうしてもルローニケンシンと比べてしまうところが、比べちゃダメなんでしょうね。だから比べちゃダメ。いや、そこを切り離してみるんだ。ねえ、俺はもうあのあれ系では、あのサノスケっていうルローニケンシンのあの拳で戦うやつ、 あいつが大好きなんだ。鬼滅はまた話が別、話が
次の金曜日にあの映画見に行こうかって、ね、ああ、はい、俺も映画見に行こうね。男一人、おっさん一人が出る時涙流しいやっていうのがあのストーリーがよく分かんなかったんですよ、見てて。あ、本気で見てないだろ、それ。あの、基本的に飲みながら見てます。飲みながら見てて、あのだんだんグレングレになってくるんで。それは覚えてないわ。いや、だから気がついたら、うん、選別試験に行ってて、で、次気がついたら、なんか鬼の仲間がいたんですよ。なんか、女のおばさんっていうか、おばさんっていう年でもないけど、うん、あの、ああ、そこまで見たね。あれ、マリ付きの分が出てくるっていう。あ、そうそうそう、敵で。うん、鬼滅寺無惨っていうんですよ、うん、あれが初めて出てきた時に、うわ、マイケル・ジャクソンじゃんと思ったの覚えてます。あ、あの格好はね、白いハットと白いスーツと、うん、あの髪型と長女があれが好きなんです、しのぶ。あ、しのぶさん。で、ね、次女がカナオ。あ、カナオが好きで、うん、息子はなんだろう、あれかも、あの煉獄さんかも。あ、煉獄さん。アニメの途中でちょっとしか出てきてないよね。なんか多分強そうに見えるんでしょうね。あの、まあそれは色からしてあれよね。そうそう、あのセイントセイヤでいうゴールドセイントですよ。見た目的にも。でもあれでしょ、あのストーリーよくわかんないけど、一番強いのは善逸なんでしょ。そうそうそう、 あれは気絶してからが強い。うん、でもその時覚えてないですね、確か。でもあの映画を見に行かんと多分第2期がわからないね。あれ、映画は繋がってるんですか。繋がってる。あ、繋がってるんですか。オリジナルアニメじゃなく、一番最後があの無限列車に乗るところからで、あ、第ワンクール、そういうことか、うん、だからあれだけ映画だけ見るとちんぷんかんぷんかも。あれだから一期では無惨って倒してないですよね。無惨はあれ最終的に、で他の強い鬼も多分あんまり倒してないですよね。あの部下っていうか、いや一人倒してる。あれはまあ、あれが倒したんじゃないんですけどね、炭治郎。おお、見てないな。今日だから来る前に YouTube で見てたのも、その聖帝サウザーが死ぬところと、なんなんそれ、あとあの北斗の拳やないか、あと男塾の田沢がクコを言うところ。なんでマニアックな部分だけ見る。いや、めっちゃ好きなんですよ。でもアニメと漫画じゃ違うんですよ、うん、漫画だと田沢がオスっつってククを言って、うん、クク88っつって、なんかそこであのさすがじゃのうっていうギャグなんですけど、うん、アニメだとクク81ってちゃんと言うんですよ、うん、でダメだったんでしょうね、88って言ったら。多分何かがあったんだろうね、多分何かがあったんでしょうね、うん、いや、あ、教育的にあれから子供を見た時に嘘を教えたらあれかもしれないですけど、男塾自体も教育的にどうかって話ですよね。まあ、俺の空よりはいいんじゃない。俺の空なんで武尊でしたっけ。今どのグッズもすごいってね。ほんまっすね、うん、ゲーセンとか行ったら UFO キャッチャーの鬼滅の刃柄のやつばっかりですもん。今あれになってる、みんな売れる系みんなあれになってる。ああ、儲ける儲ける、儲かってますよね。あれ映画だけの興行収入もすごいもんね。多分あれジブリの何ですか、何かを塗り替えるんじゃないかっていう。千と千尋深いね、うん、あれを塗り替えるんじゃないかっていう。しかしですよ、しかし千と千尋はあの時代にあれですからね。あ、そうね、テレビじゃないもんね、アニメがあったわけじゃないからね。じゃないし、テレビの宣伝とかも確かジブリって基本的に公開するまで一切やらないじゃないですか。当時は確かネットはあったけど、あれ口コミで広がったんだろう、面白いって。多分そうでしょうね。ジブリって多分いろんなアニメーターの憧れの場所じゃないですか。場所、うん、だけど絶対働きたくないだろうなと思いますもん。もう大変と思うよ。ですよね。気になんかったらもうやり直しだけどね。ですよね。でしかもやるって言ったのにやんなかったり、うん、やらないって言ったのにやるって言ったりとか、マジですかみたいな。ほんまそうですよね。今新しい店舗欲しいんですよね、あの家族用の。ああ、今あのフィールドアがトンネルテント出してるの知ってます。あれ買おうかなと思ってて、値段もめっちゃ安いですよ。フィールドはね、すごいね、いっぱい。俺だけ、あの、ポットフィールドアですよね。ああ、フィールドア頑張ってますよね。はい、フィールドアのあれだけはワイドコットやっけ、ね、ローワイドコット。78センチあるって、ね。おお、寝返り余裕。あの、60センチのコット、寝返りできるんだよね、あれ。ああ、わかる。ちょっと狭いですよね、やっぱ。うん、で、寝返りしようとしたら、大体あの、端っこのフレームで当たるじゃないですか。痛いよね、あれが。じゃあ、まあ、買おうかな。買った方がいいんじゃない。買っちゃいな。
カッチャイラ。カッチャイラ。ユーカッチャイラ。ユーカッチャイラ。いや、だからツイッターで、誰か持ってないかなと思って聞こうとしたら、うん、それをやるのはあんたの役目でしょ、みたいな感じで言われたから。あー、それは。そうか、そうか、確かにそうだと思って。デビューを、勝手にデビューしなさいよ、みたいな。でも2万7千ぐらいですか、安いね。安い。で、長さが確か6メートルぐらいあって。ああ、余裕、うん。あれ何吊り下げ式のインナーかなんかあるんですか、が一緒に1個だけついてます。確か。2個セットのやつもあるんですけど、インナーとか横も全部総メッシュで、できてます。あ、めくれて。めくれて。で、スカート付きの。ああ、TOD みたいなやつのパクリ品みたいなやつ。もう EOD も めくれるようにだよ。そうですね、それのもっと安い版みたいな。あ、いいね。はい、でコットじゃないんだよ、コットやばい。いや、ポリエステル、ポリエステルですね。はい、後ろが何持ってきたの。前、旅行に行ったんですけど、大谷山荘に。大谷山荘って何か聞いたことある。キッチンかどっかで買ったやつ。おう、ムカつくって書いてある。ムカつく。見たんでちょっと試しに。すげえムカつくってあるよね。ああいうあっちの方にムカつくっていう場所が。あ、場所があるんですか。報告庁にムカつくっていうところが確かあったよね。なかなか一人で開けるの勇気がいるんで。ああでも、じゃあ純米大吟醸よ。あ、すげえ。冷蔵庫に。俺も一応これ買ってきたんで、これみんな冷蔵庫いる。あとあれだったら厚缶にしようかなと思って、このちっちゃいやつ。ああ。山猿ちょっと辛いよね。あ、だからなんかちょうどいいんかなと思って。料理する前にちょっと、うん、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、なんか着込んでも寒いよ。そうなんですよ、私も1枚、ね、これカッパじゃないよね。もう1枚これが。俺よく着てる。俺もあそこにストーブスタンバってますから。あ、さすがです。ストーブセッティングしてこよう。自分のところを出してみようと。やべえ、まさかの先がどんどん増えていくパターンですよ、また。俺もなんなら持ってこうか。うわ、ラブシがあるよ。だって前にも 1,2,3,3 本あるよ。これはこれぐらいはあれで使います、料理で。ああ、お父さん何作るの。なんか煮込みとか、ほうれん草かなんか。あ、そうですかね。なんか鶴のお返しみたいなのあるんですね。鶴のお返し。見ちゃダメでしょ。飛び立っていきますから。そうそう。でも今日は一日雨降りよるけ寒いかも。寒いでしょうね。向こう片付けたけ。あ、どこ向こう、寒かったら向こう行こうよ。どこ。あっちあっち。料理が全部できたよ。あ、料理全部できたよ。持ち込んでね。持ち込んで。あとお借りします。ありがとうございます。お借りします。その方がいいから、うん、なんかちょっとジブリっぽい感じになるじゃないですか。ええね、ちょっとええかもしれない。おっさんたちが、おっさんたちが、ね、こじんまりと。まあ他におっちゃない系できるんだけどね。はい、ちょっとじゃあ俺もつまめで作ろうかな。うん、えらい酒が増えたんで、これをみんな飲み干さなきゃいけない。あれええんだけどね。でも電室がないじゃん。あ、そっか。まあだから方向場に行くか。いや、冬寒いしね、ここまで。死にそうなんですよ。本当一匹丸ごと使った方が美味しいですけど。まあね。うん、魚は。人間が塩らしいけね、俺。出た。出たって。出た、出た。これどうなのかなと思って。テトスレモンって言って。テトスレモンもうまいっすよ。うん。あれがうまいんだからうまいっすよ。うん、うまいと思う。瀬戸内海って割と悩んでもうまいよ。それでほぼ終わりです。おう。下下ぐらい。確かさっき入れた量ね、そのままでこのぐらい残りますね。え、さすが、何回も作っちゃうだけある。で、これ作るともう白ワイン飲むしかないんですよ。確かに。ねえ、あ、でもこれに白ワイン、ワインって合うんじゃない、この料理。まあ合うと思いますよ、魚だし。おー、白ワインで合う。
美味しそう。いや、まあ美味しければいいんですけど。チーズも入ってるんですか。いやいやいや、チーズは入ってないです。お豆腐ですか。何か見える、貝の切り身が。すごい。はい、本日は。はい、はい。前からたこ焼き作るようになってたこ焼き食いてえってことだよ。たこ焼き、たこパ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 、ロシアンルーレ。何入れるか、梅干しでも入れる、ちょっと一個。あと5分10分もする。あ、アクアパッツァってやつです。おあれ初めて今回の、あれ前なんか食ったかね。いや、ないよね、多分ないよね。はい、娘の、同級生の親とかもテントを買おうとかって言ってるんですけど、何を進めていいんかわかんないなと。で、困るじゃろう。どういう方向でやりたいんかによって全然違う。そうそう、テントの中にこもりたいんか、もうテントは寝るだけに考えてやるんか、それともインスタ映えしたいんか。ねえ、あ、なんかこう実質があってなんかこう中でやりたいんかによってまた違うだろうし。コールマンのコクーンとかもあれだけど、大変よあれ作るの。立てるのが。ぶりでっかいんじゃけ、あれコクンってどんなやつ。6ぐらいあるよね、あれぐらいますね。普通のとこで多分入んないですね。入らん、普通のサイトじゃ無理。なるほど、こういうとこじゃないと絶対建てられない、うん、だからそのフィールドアのやつとか買いたいんですけど、あの次に予定してるの笠戸島だから絶対無理じゃないですか、うん、でっかいやつだったら。サーカスが結構ギリギリやったですね。サーカス、いや、なんかみたいね。 あの俺ももう一回見に行ってから、5番に建てたらどこ5番でギリギリでやろう。5番ロープがもうはみ出るやつ、ね、うん、そうそう、5番くらいでは建てられんのよ、サーカス。昔あの上関のところとかよくあの車中泊とか取りに行ってたんですけど、あの夜中誰もいないから外になんかパラソルみたいなのあるじゃないですか、うんうん、あそこのところ座ってこうやって寝そべってからずっと酒飲んでましたもん。それもできない。もう無理だね今。マジっすか。ああいうとこから割ってるんでしょうね。そうそうそう。でもあそこ良かったですよね、あの吾妻屋みたいな。そうそう、そういうのがあるから余計に。今無理無理今。マジっすか。夏も結構あそこ取り合いみたいですよ。今もう行ったらダメ。あの中にテント立ててる人もいますよね、吾妻屋の中に。あ、そうなんですか。うん、だけ無料駐車場のキャンプ場は閉鎖されるところがあるかも、出てくるかもしれないね。いや出てくるでしょうね絶対。そうですよね。新兵の村とかはどうですか。もうすごいって、まだ悪すぎるって。下で焚き火しまくっちゃるし。あんなあっち入ろうって言ったら。あー、いいですね。あっこはストーブ、ストーブいらんぐらい。あっこに入りましょうか。あっこ行きましょうか。ねえ、あっち行こい。じゃあそんならストーブ、まあ一つあるのあるな、こんな。皆さんの持ち寄りで、あそこに。そっち移動する。風がないし。あ、確かに風がない。ちょっとお塩水に行ってこよう。俺もお塩水行こう。花畑に。花園へ。花園へ。あ、ちょっと。ああ、そうですか、ありがとうございます。ワイングラスを出そう。まあ、洒落てますね。ビールを飲んだり、ワイングラスで行こう。うん、すげえ。ワイングラスで。その辺検索しようって。ワイングラスで飲むの。いや、見直いたの。そういうこと。そういうこと。まあ、ワイン、ビールもワイングラスで。それも一緒に買って、なんか一緒に買って。だっていつもこぼれそうでなんか。ああ。一緒に買ってるもので、これ。あ、そうなんです。ありがとうございます。教えていただいて。すげえ。ワインの時はワイングラスでビールなんて初めて飲むだよ。ほんまですね。あ、これにも一応ちょっと入れすぎだ。そうです、ありがとうございます。つけっぱなしでもみんな開けれ、多分漏れることはないですけど。あ、お釣りします。気づいたら一枚も写真がないとかよくある。じゃあこれは、あ、どうですか。あ、すいません。いつも大変お世話になって。いやいや、お世話になってます。大人気で土日が来れなくなっちゃいました、ここに。いやいや、おいでどうも今日は。はい、雨の中、ありがとうございます。いい、お世話になります。はい、乾杯。こんなの上品だね。美味しいですね。キャンプ場とか山小屋っすね。ねえ、いいですね。秘密基地みたいな。ねえ。私欲しいです。あのタイニーハウスって。タイニーハウス。なんか私知らなかったんですけど、移動式のまあ2トンぐらいに乗せてどこでも移動できるぐらい、これぐらいの小屋で、清水国明かなんかの言ってました。なんか 2,3 年前流行ったって聞いたんですけど、この間誰かのインスタ見よったら、これ入れててもいいですか。あ、ありがとう。山小屋を引っ張ってそこに下ろしてキャンプしようか。すごい、そういう意味ですよね。要は移動する家っていう意味みたいなんで。
絶対なんか忘れるんですよね。今日お玉忘れてますからね。あ、あるあるある。あ、マジですか。あるいね。まあこれまあ。いやもう大丈夫です。多分もうあとちょっとだけなんで。いや、これはこっち、ああいうやり方するかなと思って覚えられる。いやいやいや、ああいうやり方するかなと思って。いただきます。おー、美味しそう。そういう感じで見よったんだよね。あ、うめぇ。うまいっすか。あ、よかったな。おいしい。あ、もう。アクアパッツァですか。はい。おいしい。海の幸。もう煮ただけです。白身は何でもいいんですかね。でも、多分タイとかの方が、うん、いいと思うんですけど、ね、大きい方がいい。あ、この丸いのは。あ、それはオリーブです。おぉ。本当は多分1匹丸ごと使った方が美味しい。タラでも美味しいだろうね、これ。あ、白身だったら美味しい。美味しいでしょうね。美味しい。やるねぇ。やるねぇ。なんかすげえ贅沢っすね、これ。贅沢なワイングラスやった。急に高級感出てますよね。しかもビールですからね。なんかエビスビールクラスな。あ、そうですね。東京の六本木で。一杯多分600円ぐらいします。うん、もしくは1000円ぐらいする。一般庶民用のもんで。あ、贅沢。美味しい。これも美味しかったよ。いただきます。開けましょう。食べましょう。しかもあれですもんね、ビールがあの第3じゃなくてちゃんと。ちゃんとした。スーパーマリオやけね。利用させてもらっといて。あれですよね。そうそうそう、おもてなしの方がすごいっていう。またビールが出てきた。しかも非常用。すげえ。いやいや、こう、で、そこ、ね、何容器入っちゃう、入れておいちょ、いや、容器はないけど、入れておいちょでやったから、また勝手に開けてから飲みよう。温泉の森も行ってみたいじゃない。温泉の森はどこにあるんですか。湯田。湯田じゃん。こっから湯田まで行くと、結構あります。いや、1時間も40分、1時間もかからんけどね。あの、鬼滅の刃の単行本を捉えたりで。あれってあそこなんですか。そうでしたね。一躍全国的に有名だったところで、なんかちゃんと返してもらった。寄付もあったとか言ってましたね。寄付もすごい来たっていう。ドライ大丈夫でした。見に行きました。私行きましたよ、映画。あ、行った。今度の金曜日に行く予定になった。そうなんですね。俺も来週の月曜日行こうかと思うね。ね、いいです。感動するようなあれかい。みんな大人でも泣いて出てくるっていう話なんですか。私ですか、漫画が好きなんですけどね。アニメは後からなんですけど、すごい綺麗でしたね。あの技がやっぱり、あ、ね、アニメの5話で終わってます。あ、5話で終わった。これ10何話まで見ました。あ、そうなんですか。でもね、内容全く覚えてない。この男覚えてない。気がついたら選別試験って始まってましたから、じゃあ多分当時寝ちゃうよね。そんなにあるかい、感動するようなあるかい。うん、アニメで感動するようなことだったらね。最近のアニメ、うん、で、ね、でも結構ワンピースチョッパーの回答。チョッパー。前家族で映画見に行った時は、あの、すみっこ暮らしっていうやつの映画を見てから、うん、うちの長女が大号泣するっていう。あー、子供に刺さるんでしょうね。なんか子供泣けるとかニュースで、うーん、結構なんかちょっと感動するんですよ。すごい緩いから、うんうん、あの、感動しなさそうなんですけど、うん、そうなんだ。もうなんか泣かせに来るみたいな。あの花じゃろ、そりゃあの最後の木の下で。あれはちょっとやばいですね。大号泣。でもすごいですよね、鬼滅は。なんか100万円です。3日でもうなんか 100億とか。100億でしたっけ。100万じゃなかった。桁が違う。100万だと多分結構こけてる感じ。100万だったら、ああどうしよう。歴代で1位ですか。へえー、ジブリを抜いてってこと。いや、今歴代さんとお前さんとか言いません。鬼滅の刃、鬼滅の刃。まだ言わんねえ。あ、言わないです。まだ4歳ぐらいだからね。あ、でもだいぶ4歳ぐらいだったら幼稚園とかでなんか娘さんの方が言ってたかもしれない。鬼滅の刃言ってたら会話が通じるっていう。娘だね、30ハロウィンのニュースで幼稚園では全員鬼滅の刃。先生の意向が多分全員が鬼滅の刃。誰が何やるって、まあ多分大儲けになるよそれ。それなんか息子に言われました。鬼滅の刃は英語でなんて言うんかって、その幼稚園で話してるのに。あ、さすが岩国の幼稚園。あ、そうか。英語だと多分デーモンスレイヤーっていう。はい、ちょびっと。いいですか、私に聞かして。デーモン？デーモンスレイヤー。おお。スレイヤー。デーモンが鬼なんでしょうね。ちょっと過ぎますかね。あ、スレイヤー鬼か、それ。向こう。これは誰かよ。これは。山盛り切り干し大根のマヨネーズ、すごい古いアニメのイメージがね、あったりしますけど、スレイヤーズぐらい。アニメがすごいですよね。アニメ最近なんで綺麗だしね、すごい。
あの鬼滅がヒットしたのじゃ多分アニメなんですよね。アニメね、アニメはあれなんでしょ、そんなに。から、いや、私は漫画の方好きだったんで知らなかったですけど、アニメ。だってあのクオリティが漫画を超えとるけど今ね、アニメなかなかないですよね。だいたいアニメにした時に落ちる。だけど、あの原作を超えとるけど画質感。ワンピースの人もそうなんですけど、あの一作目からああいうの作る人って何なんですかね。すごいですよ ね、 ね、ドラゴンボールだって。ああ、そうです。だってあられちゃんとかいろいろあった上のドラゴンボールじゃないですか。あれはだって、まあ、あの人もすごいですよね。しかも進撃の巨人はあの絵がね、うん、あのお世辞にも上手じゃないですか。画力的には画力的には、ね、でも、あれもアニメが画力を超えたアニメだね。そう、アニメが良かったんですよね、やっぱりね。アニメでヒットしたよね、あれ。NHK でやったから、みんなが見れる。余計ね。みんなが見れたんですよね。あれ、NHK だったんですか。 NHK でありました。 NHK でやってない。 NHK でよくやったっすね。あれ、また雨降るよ。あ、うん、降るよ。もう一回降るんじゃないですか、やったら。夜までにバーッと降って、朝降る。夜までとは言わんけど、もう一回まあ、またぐらい降っておしまいじゃないですか。ここ電波が入らなきゃ分からんの違う。電話もろってもね、何回かけてもね、繋がらない。この間諦めて朝かけたもんな。ここに、で芝生の手入れとかしに来てると分かんないですよね。15回ぐらいやってもダメだったとかね。山口の人なんかね、とうとうね、自分で車で来てね、来てから予約、今日いいですかって。いやいや、明日来ますってからね、車で来てから予約、俺を探して予約してきたよ。いや、だから俺もね、ちょっと前考えたんですよ。なんか申し訳ない、ここが多分予約本当はもっと入るはずなんだけど、多分それで逃してるから、諦めた人もおると思う。だからなんかないかなと思ったんですけど、ね、ネットとかですか。でも多分カレーさんネットでできないだろうから。奥さんできてないです。寮母やっけどね。奥さんブログやっちゃってですよ。あ、じゃあできるんだ。だから、いや、それで、まあ、下手したら日本一予約の取りにくい。ある意味、それはそれでいいですよね。ある意味。いや、俺はあのここ、とにかくお客さんいっぱい入ってもらって、はい、で、儲かって、あそこで風呂作ってほしいです。下に流しがついたのは良かったですね、下の段の。ああ。そのうちトイレも、あ、下に、下にも。いや、これまた、来らねえけんもね、トイレつけようと思って。トイレもなかなか大変ね。そうですね。でも、結構ね、下からやっぱり。お、だいぶ来たんですか。あれがソロキャンパーじゃないんですよ。わからん。あ、もう一組来られるんですか、今日。まあ、わからん、ちょっと。あ、わからん。いやいや、予約早いじゃん。だいたい頭の中ではね、あるんでしょう。もう仕事終わっとるぞ。あ、飲み飲んじゃう。俺が言ってから何でしょうかみたいな。なんかほんま、あの辺に、なんかこう立派なのができたら結構感動しますね。いや、感動します。あれ、それこそあの、なんじゃ、なんかね、あの、いや、募るやつ。クラウドファンド。あれってどうやってやるんですか。どうやるんですかね。ね、あれやったらいいですよね。あれで一人、キャンプ場をどうにかするっていう、なんか一つの。そうだ、あの小鳥の森キャンプ場に、ね、だから要は募金ですよね。お風呂を募金みたいな。つけたいって言って、募金。募金してくれた人に、なんかリターンが。リターンがあるんですよね。何回かのキャンプ場無料とか、無料とかっていう。入浴料か。うん、あ、入浴料いいです。ああ、そういう方がいいよね。だったらキャンプ場ただにしたら、いいね、神さんが割り合わんけ。うん、あ、いい。あれでも多分登録して、多分ページを自分で作ってってことだと思うんですよ、うん、多分。自分で作るの難しいんじゃないですか、管理人さん。まあ、それやるかと思います。まあ、あの、なんか。予約の人が、予約の人だった。俺ら、ぬくぬくとこう、こうやるよ。これだけで十分じゃない、ここ。まあ、おじキャンなんて YouTuber しか、YouTube 見る人しか見てないもんね。でもね、あれなんですよ、あの、ケーブルテレビじゃないかなって言うんですよ。ケーブルテレビやってますよ。おじキャンやってますよね。山口の僕だけ。ああ、あるある、おじキャン。それで言われたら、なんかやりよりよって、うん。YouTube って言ったら、いや、ケーブルテレビって言うけ。なんか、なんし、アイキャンだ。アイキャンでやってるんですよね、うん、確かに。なんか、おじキャンっていうのがあるらしいよ。あの、地方のケーブルテレビみたいな。そうそうそう。あ、こことは別の、おじキャンっていうのが別にあるんですよ。そうなんですよ。へえ。おじキャンで見たから、わあ、おじキャンだっつって。そうそう。見ましたもん。これ呼んでくんねえかなと思ったんですけど。呼ばれんと思うよ、絶対。そして、呼ばれても多分俺、ほんまにこの軒下とかでやりますから。別にこれでいいじゃないですか。それでいい。まあ別に俺らこだわらんけど、どこでやろうなんて。ねえ。そこがいいですよね。完璧に飲み会ですね。飲み会だもんね。だってうちは本当に。キャンプじゃないもんね。見たら分かるだろ。もうキャンプでないもん。どんどん作って飲んで。晴れた日はまだあれですよ。まあ、ええけど、うん、あの普通こっち寄ってからこれ飲み会よねっていう。うん、
まあ、あの時ハギジョラがおったけ。でもまたあれやりたいですけどね、なんか前の去年の、うんうん、去年のやった時はあれですもんね、夢見て候がもう俺忘れられないですよ。 あれうまかったよね。おったよね。え、いつのですか。年末年末年末ぐらい、ね、年末いましたけど、うん、2月出し年明け2月、うん、あ、2月夫婦の方とおはぎさんっていう。あ、じゃあいますね。2月ですね。2月です。2月。年末のやつは違うだろ。年末は違う。年末は多分あれはのコラボとやつ。あ、そうかそうか、うん、で、旦那さんの方がいたやつ。そうそうそう。うん、はぎじょがなんか兄弟とは思わんかったとか言う。あ、そう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 。あの時あの時あの時そうか、うん、もう一個買おうかとも言うぐらいなのに。マジっすか。ワックのやつ。ああ、さっき言ってた。ワックの出てましたね、うん、新しいの。あれを買おうかと。詳しい色は。もう LINE 登録までしとるけ。2個買ってください。いやな。1個ちょうだい。1個プレゼント。Twitter とインスタっていうのは、うん、なんかこう、どうしてもキャンプ系の人しかいなくて、あ、まあまあまあ、それはしょうがない、ね、だからあのコアになってきますもんね、うん、そうなんですよ。だからそれ以外のなんか、うんうん、あの情報っていうのが Facebook だと、なんかいろんなところからこう、うん、来るってのがいいですね。タイムラインが全部キャンプ系だったらもう嫌になってきますもんね。俺の時もそうだよね。ねえ、いや、なんかそれこそプラモ作りましたとかが流れてくるとおって思いますもんね、うん、まあだからその延長であのたまに競馬のツイッターとかつぶやいても誰も反応しないから。あの2人3人いるんですよ、好きな人が。そういう人しか反応ない。でも2、3人の中のあれですもんね。そうです。なんかあと他はキャンプで見てらっしゃる方ばっかりってことで、ね、まだ予想やるよって言って一度やって当たったことあったんやね。あれ去年のあれは記念でしょ。あれ今年もちょっと頑張りますんで。はい、去年だってここで下でずっと予想してましたもんね、俺。そこで買っちゃったらお風呂ができちゃったかもしれない。あ、ちょっと電子出たかもしれない。さっき言ってたんですよ、クラウドファンディングっていう話をね、はい、いらっしゃらん時に。要は資金募るやつある。そうそう、全員での資金を募って。名前は聞いたことあるけど、どんなあれかな、システム中か、うん、俺らも分からない。強力な助っ人がすぐそばにいるじゃないですか。でもそれはすごいいいアイデアだと思いますよ、うん、クラウドファンディング、うん、お風呂できたら全然すごいよね。そう、俺一昨年ぐらいに行ったあの山梨県のキャンプ場があって、そこはもう完璧にゼロからクラウドファンディングで作ったキャンプ場だったんですよ。今まだずっと開拓してるんですけど、でそこはね、面白いのがあの月額制なんですよ、うん、クレジットカードかなんか登録して月額3000円で泊まり放題。面白いですね。それは損せんね、絶対。 それはありですよね。あの会員制なんで、あの全ての LINE っていうか、なんかそういうのがあって、この日に誰が来ますとかっていうのも全部出るし、あの寝るときはもう寝ますとかってやると、あ、全部通知が来るんで、ちょっと静かにしましょうかって。そうです、そうです。わ、すっげえ、それね、それ入っ、ちょっと難しいですよ、まあ、ここ電波入らない。それはね、まずそっからまずここ Wi-Fi を置きましょう。クラウドファンディング就寝時間分かるといいですね。いや、そうですよね。配信がそうそうそう、その下で貼ったんですよ。うん、で、その下の流し台のところに貼っちゃったんですよ、グループ。で、上映会が始まって、へぇ、下でスタンドバイミーをずっと2時間見させられる。スタンドバイミー。しかもちょっといい映画なのかちょっと嫌っすね。だから興味ない映画だったら別に無料上映だったら無料上映。絶妙なラインで。ちょっと久しぶりに見たいなみたいな。ついつい最後どうなるのかなって。やっぱりね、家族連れはここじゃなくて下の方に下ろさんとうるさいね。そうなるとね、やっぱりでもトイレなんですよ。うん、やっぱりお母さんだったり子供とかってトイレが間に合わなかったりするから、やっぱり トイレがその炊事場があるところの横に1個あるといいなとは思いますよね、女性の立場からすると。下の流しができたじゃないですか、うんうん、でそこの横に多分トイレができると、その景観的にどうなんかなって話になるかもしれないけど、あのブランコあるじゃないですか、はいはい、あそこで作りましたね、トイレを。だからどっちかに分けれだけど、うん、明らかに人数多いんだったら一番下の方が一番、うん、あそこ広いですしね。ブランコの辺にもしトイレとかできるんだったら、なんかちょうど中間とかでいいのかもしれない、うん、お風呂とトイレセットでしましょう、クラウドファンディングと Wi-Fi と、あ、Wi-Fi、それもセット、Wi-Fi、3点セットで、つかあのどっか あのキャリアの回線が来てほしい。私でもそれ乗りますよ、だって Wi-Fi 使えるんでしょ、うん、ああでも俺も乗るかもな、それね、乗りますよね、乗りますね。だって聞いたら、あのやっぱりインスタすぐ上げたい人もおるだろう、やっぱり、うん、あ、え、1年間 Wi-Fi 使い放題みたいな、あ、そんな感じですかね。そんなでもいいですよね。ね、そんな感じですよね、うん、楽しみだな。
小鳥の森の行く末がね、どんどんまた温泉もできて、まあ、元気だったらね、ずっと大丈夫ですよ、うん、まあ元気そうだよ、うん、なんかここはもっと改装しようがある感じがするっすよね、うん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 、サイトの下あるでしょ、ちょっと段があって、うん、あそことかもなんかもっといろいろできそうな、この山川の向こうも早い開きが多いけ、うん、あなんか放置されてますもんね、うん、その代わりやるカートじゃないといけませんよっていうソロキャンプ用の向けで置いたらいい、うん、あそしたらちょっと挟んでやつで静かに過ごせるかもしれない、ハンモック限定とか、うん、ああええねそれね、うん、それは受けそうじゃない、うん、でもそういうのをやろうと思ったらやっぱりまず電波が通らないとダメでしょうね、まあ電波ってか、あの管理員さんが電話を受けないと多分そう、まあ予約がね、本当に予約取れないキャンプ場だけど、うんうん、出張ったら多分朝かけない絵とか、うんうんうん、まあ、時間帯を考えてね、あの失礼と思うけどかけんよね、そうなんですね、やっぱだ、うん、無理だろうと思いますもんね、そうそう昼、そうお昼ご飯の時にかけるとか、ね、使わなきゃもう諦めた朝の何7時何分にかけたお家におる時間にかけた方がいいとか、そうそうそう、夜も夜でなんか何時に家帰ってて分からんだよ、あの、うん、昨日みたいに遅く帰る人もおるけ、9時過ぎたらもしかしたら寝てんじゃないかなとか、まあね、思ったりしますからね、このタイミングで上でなんかしよるかなっていうイメージをしながら電話をするんだけど、いやーっつながらみたいな LINE とかはまだちょっと違う、あとで用使わないよね、ガラケーですもんね、そもそも、うん、そうですねガラケーそうですね、ネットで予約できんにしてもなんか連絡がうまく取れりゃ、うん、いいですね、ほんとね、でもそのネット予約がカレンさんは使えないと思ってたんで、奥さんが使えるんだったらまだ、うん、ブログとかされてるからできるんじゃないですか、可能性ありますね、ちょこっと言ったらできるとか、あと、ね、娘さんもってだっけさ、あ、そうですね、娘さんも、うん、最初さえ、多分そのサイトさえ立ち上げてしまえばそんなに難しいことじゃないと思うんですよ、うん、ちゃんとそこまで やる気がない、そう、そうなんですよ、やる気のもんですね、あとはねやってかどうかの問題、でも、それこそお孫さんもね、あの娘さんもうん、来てって言ってましたね、来るし、で、なおかつそれでパートさんみたいな感じで雇ったりすればやったったらいいですね、お金も生まれるし、みんな酔い覚ましに外で出てしまったの、俺なんか酔い覚ましに白ワインですよどんどん酔って水源が出るね、もうちょいしたら工業用のアルコール飲むかもしれないです、出たね見てください、今画面が、うん、なんかアーティストの対談みたいになってます、本当じゃ次の料理作ります、鍋出すは、しかも馬刺しもあるんだけど、だんだん面倒くさくなってきたんですね、うん、そうだな、だから早めに料理しようって言ったのに、俺はいや、でも食ったじゃん、もういやいや、だって次のやつもあったじゃないですか、タンタン餃子鍋、あ、鍋やる？鍋は食えるだろう、食えます、うん、あ、じゃあやりましょう、うん、だってまだ腹は、だってパンパンじゃないの、俺だんだんパンパンになってきた、それは酒飲みすぎなんだね、そんなイベントもやる、一回じゃあ鍋とか取ります、さあ、鍋をやろう、鍋を、はい、いろいろ硬そうや、はい、そうそう、いや、あれあれ、いいですね、いい人たちに囲まれてるから、うん、いいお客さん扱うんじゃん、うん、本当にねえ、うん、俺もだからね、ここ始めてからね、はい、そうやってあれ、ね、いろんな人に助けられてから、もうな、俺は何のせんでもお客さん黙って来てもらえるようなもん、ねえ、まあ大変なこともあるでしょうけどね、いろんな方が来るからで、また皆さんが、なんていうんだね、スマホで上げてくれるじゃない、はい、なんていうんだね、インスタかいね、はい、あんなんもあるしね、これで、まあ、ええ方、悪かったいろいろね、言ってくれる系よ、うん、これまた宣伝なんだよ、ようこそここへ馬刺し、下手したら食べんな、これ俺は食いたい、食いたい、馬刺し大好きなんで、馬のレースも好きだけど、馬刺しも好き、そうっす両方やんないと両方やんないとダメっす、綺麗なとこだけ見ちゃう、競走馬もあれよね、あれ馬刺しになるんだったっけ、慣れるやつとならないやつがあったっすね、確かサラブレッドはあんまり美味しくないはずなんですよ、うん、ただまああれは筋肉ばっかりじゃん、ね、筋がいっぱいあるから、白菜ぶった切り、ぶった切りでいきます、うん、なんと水晶剣でレイな感じでそう、レイな感じ
シャウンとか言うてめえらの血は何色だっつって言ってます。いやこういうのも分かんなくなってくるんでしょうね、多分ね、最近の子分からんね、何の子ですかみたいなねえ、うん、なんかね、刑事、はい、ずっと人気あるよね、あれ刑事、うん、あの何の刑事だったっけ、花の刑事、花の刑事、あパチンコとかもずっとそうですね、花の刑事は、うん、いいっすね、入れられそうなやつも全部入れますね、入れよう入れよう、がっつり全部入れましょうか、うん、2つ、あ、いいんじゃない、食うだろう、食いそうっすね、うん、みんな酔っ払ってるし、もうね、今日あと酒が多いから、うん、やっぱ、まあ、記憶をなくすじゃろうな行方不明になるかもしれない、行方不明になるでしょうね、きっとあれどこ行ったんだろうって、ブッサ重ねいつものパターンねで、あと見て、あって思うね、これもうとりあえずこの辺はどんどんぶっ込んでいきます、大丈夫ですよ、もう主は主は座っちゃったね、主。座っちゃったね、主。だんだん餃子鍋なんですけど、餃子が入る隙間が全くないですけど。餃子も。あ、縮むじゃん、野菜が。あ、頑張って入れましょう。うん。もう入れちゃったら縮むよ。わかりました。ついておきましょう。これはちょっと、先生、はい、なんか混ぜて下の方に入れんと。大丈夫、大丈夫。蓋したら大丈夫です。出たよ、出た、出た。蓋したらね、これ無水調理鍋ですから。これ、あれをプチッと入れんの、ちょっと最後で、最後に最後なんですね、ほら、最初に本品2個と300を入れますって書いてあるから、おお、じゃあ入れましょう、私は最初から入れましょう、みんな自由ですからね、いや、これでもね、味が出るかもしれないです、いや野菜の味わいが、はい、染み込まんじゃ先にね、ラーメンじゃないんだから、あんたこれ何個入れる、2つ、あー、すいません、2つ入れるよ、エピネルはどうします、水だけ聞いてる、うん、すげえドロッとしてるんですね、これ本当じゃ若いあ、やだびっくり、俺は分かんないっすわあら、カッコつけちゃった、カマトと思ったら今、カマトと、カッコつけちゃった今、カマトと、これ、水入れたっすけど、水そもそもいらないと、よう考えた無水だよ、無水だよ水餃子はどんだけ買ったんだ、2つ買った、2つ買いましたいや、空間がないおいで、おいで食べましょう、おいでおいでおいで食べましょう、あー、かっこいいデイツ、デイツやろ、これデイツ、いいなこういうのかっこいい、俺、最近デイツに火入れてないじゃん、全然俺も入れてないです本当キャプテンスタックのちっちゃいのが欲しいですね、あれ可愛いね、ちっちゃいミニのやつですよね、うん、あれ可愛いよね、山小屋感が、山小屋感がやっぱり見えますね、雨の日といえども、明るいのがついてる風情が、まあ、本当はこういうのが風情があるんだけど、明るくないからね、まあ、ケロシンランドに勝てる火力はないけどね、でも動く明かりがいいっすよね、まあ、揺らぎがね、揺らぎがなんとか分の、なんとかの揺らぎあれがある系、たぶんやめられんっていう話だよね、こういう、あ、なんか人はね、揺らぎを、自然の揺らぎを感じてそうそうそう、リラックスするって、ほんまでかでやってました、そう、だから焚き火やめられんとか、うん、あ、嘘か、なんかいいっすね、うん、もう一個入れます、何を、あ、辛いやつですね、これですね、あのタレ、タレですね、入れちゃいますか、もうなんか、いきそうじゃないですか、食べてみてから追加しましょうか、こんなもん、ちょっとおじあさ味見よりもちょっと味見る皿がねえそのままちょっと汁をどうぞ、まあ、これ洗えないか生でどうぞ生いやらしいなちょっと女性が言うことじゃない生なんてはい熱湯コマーシャル的な感じでやってくださいマジかこれ押しましょうか押すなよ押すなよってやめちょっとほえやめちょっとほえ、うん、じゃあこれでいきましょうなんか今日私たち登山してここに来たいやなんか登山っぽい格好しましたそうですか今日これ登山の格好で2番ですね2番おーおーあぶれあぶれおいしそうこれはおー、うん、おいしい温まる、うん、いいねこれ白ワインと混ぜてますよ混ぜてない誰も知らんよ、それ誰も知らんよ、それ自分が違うよ、ね、間違えてついたかもしれない俺気がついたら、なんか
ビールがすげえ次だったんですよ。あ、それは甘かったよね。多分そうですね。白ワイン入れたんですか。いや、白ワイン残って…あ、わかんない、私が言ったすいません。いやいやいや、白ワインってわかんなかった。最近の日本酒もやばいけどね、すごい飲みやすい系。そうですね。癖がないですもんね。なんか昔の日本酒ってもっとすっげえ酒って感じ、男の酒って感じ、うんうん、なんか雑味とか全然なくってもうすんなり、うん、そうそう、だけど女性受け向けに作るよから一生懸命、うん、それは飲みやすい。まあね、男の需要あるからね。そうそう、新たに男はまあ飲みたかったらケンビシとかのクソ辛いやつ飲んでケンビシ辛口でも最初あの白ワインが入ってるからすごい違和感あったんですけど、飲み進めると普通に美味しいです、うん、いやでももしかしたら白ワインって言うよ流行るんじゃないですか。俺今次飲みたいですもん、うん、見事にあのビール の苦味が消されてるんで、いやほんまそうですよね、うん、このワインがまた良かったんでしょうね、うん、これアルパカです。何が合うか分からんよね、うん、でもこれたまたまあったんか俺この違うワインだったら組み合わせは多分正解で、あ、ね、朝日とこれですよ。あ、ちょっとこれ紹介しよう待ったらうまいですよ、うん、次回はね、あの晴れてたらほんまに揚げ物やりたいんですよ。あの山ちゃん風のね、手羽先を俺覚えたんで、たこ焼きも食いたいんですよ。たこ焼き食べたいですよね。あの銀だこ220万回でしたっけ。いや、たこ焼きじゃあやりましょう次回ね。おじけづんけなペース早すぎるよね。早いっすね。たぶん日本酒のペースが多分日本酒はね、あれだけ早いのなら来るよそれ。社長は俺あの次回あのポータブル電源またもらったんで、カサドでやってた分じゃないの、あれとはまた別に。またもらった、あれよりより大きいやつもらった。私今度貸してもらえません。いいですよいいですよ。本当ですか、はい、今度貸してください。で、あの社長だけでもその絶対容量使い切らないんで、パソコン持ってって一番下の男の子がいるんですけど、それと一緒にゲームしようかなと思って。おー、どのぐらい持つか。とあとは僕のテレビつないで、いやあれ普通に持つでしょ、あれ大きかったら。持つんですけど、あのうちの息子は結構ねやるんですよ、バトルロワイヤルみたいな。あの好きな人からするとゲームチャンネル見るんですね。しまちゃんとこもどうなんだろう、みんなキャンプしか、いやそうなんですよ、見るで。うちの息子はですね、あのプレステとかってこうやってやるじゃないですか、はい、本当なんで、じゃなくてあのキーボードで押し込む。え、かっこいい。すげえな。だから今5歳なんですけど、キーボードとマウスでこうやってから。たこ焼きくんやりますね。あのスペースとかね、届かないんですよ。届かないから。それこそ足使わないといけない。いやもうそれぐらいのレベルですよ。え、将来有名ゲーマーですね。あの電波なんか電波組のモガちゃん足使ってやるやつあるゲームある、確かに。すごい。そうなんですか。だからそうなりますよ。手じゃ足りんけん、足使ってゲームしようって。そうなっちゃう、たこ焼きくんも。いや、で、実際ね、あの俺より上手いんですよ、うん、え、それたこ焼きくんだけの動画を別にアップした方が良くないですか。あの私その方がバズるような気がしますよ。サブちゃんでっていうのはありかもしれんですけど、それおじきゃんでも、ふくちゃん出てる方は伸びんけね。まあそうかもしれないです、ね、満桁はいかんね。前のここでやったやつも6000何本ぐらいしかやってないんで、ね、感情で。あ、でもあれはね、あの1回サムネイルとかはいけなかったんですよ。そのキャンプ好きな人に忖度するやつをやらないんで、あ、多分本当は忖度しないといけないんだと思うんですよ。あの全くせんからみんなが好きそうなやつをサムネイルするとか、うん、だけど全然なんかこれはだってここみたいな幼いのバカ、たこ焼きくんのゲーム動画ですよ。絶対行きますよ。うん、うちの子供とかもその YouTube で誰か知らんような人がやってるね、戦闘もんとかを見てますもん。グループになってその戦闘動画やってるけど、それで最先端行ってる人たちが上げてる声とか入ってるやつですよね。で画面が出るやつ。うちの子供とかあれですよ、これやりながら、おいおい、ぶっ殺す。あー、ちょっと見たい見たい。絶対それ受けると思う。絶対伸びますよ。で最初にサムネがちっちゃいそのたこ焼きくん出るんですよ。たこ焼きくん荒ぶるとか出た上で、あとはね、いやそれ受けると思うよ、絶対受ける、うん、いやなんかあんまり良くないのかなと思って。いやいや、そんなことない。あ、マジっす。うん、君はお父さんの仕事に協力するね。そうですね、頑張ってやってますね。ね、子供ながらね、うん、お米洗うのとかもね、見たけど、ああ、かわいいと思って、ね、おばちゃんたちはああいう絵が大好きです。あ、思いますか。あ、かわいい。だからたこ焼きくんが出てるやつは動画サイズで伸びてるけど、
お願いします。あ、やっぱ可愛いんですもん。だって可愛い。なんかおばちゃんファンが多い、ね。そうそう、おばちゃんファンが多いの、本当に。俺なんか前インスタで急にメールくれた人が、その息子のやつが好きだっていうのを、うん、そう、女性ファンを獲得した。どっちかよ、おじきゃんならバカバラしかおばあちゃん好きな人か。なんか下品なやつ。下品なやつ。おじきゃんも始まってから俺がずーっとバカな話ばっかり。バカ。まあ基本飲んでるだけですもんね。おじきゃんはね、つけたまんま茶碗も洗えるんですよ。いいですよ、ラジオ、ラジオ。声だけで、ラジオ、ラジオ。そう、ラジオみたいな感じ。だから初見で最後まで見ました。本当ですよ。ありましたね、確かに。ハギちゃんもいいよとね。声だけでなんか、そうなんですね。良さことができる。うん、みんな、みんな一緒のこと考えてるんだね、やっぱ。作業 BGM みたいな。そう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 。いいやつは作業 BGM。あれ面白いんですよ。だからほんま作ってる、作ってる、編集する本人としては、何が面白いんだろうって。で見る人も面白いらしいよ、あれが。ねえ。なんかキャンプに行った気になるような感じの。なんでいいよ。そうです、そうです。その中に入ってる感じがするって。一員になって。うん、私ナイトライダーしか分かりません。ナイトライダーかっこよかったですね。あれはコンテストナイトライダーしか分かりません。喋ってほしい。うん、あ、喋ってほしい。ナイトキットあったよ昔。え、マジですか、うん、ナイト2000キットっていうの。ありました。え、うん、日本語で、うん、日本語でしたね。マジですか。いや、マイクずっとこうやって。うわ、マジですか。今のに YouTube 上がっちゃうよ。持ってるやつがおる。え、あるんですか。ナイトライダーはワクワクして見てたな。ハイゼットンできないですかね。やっちょっとやってやってやってほしい。ハイゼットンにナイトライダーしよう。いやマイク、いやマイク。まだあと何、いや歯も伸びてる。いやまあそうね、まあまあゆっくりやってくれ、うん、これじゃあマジかマジか誰も飲まないから。いやもうね、な、ね、ないですしね。すげえな君、実は本当に強いじゃん。これ、あの、ある程度だったら止まるんよ、ほんと酒が。だって進んでないですもんね。あの、何時か知らんけど、ストップがかかるんじゃね。すごい。安全装置がついてる。リミッターがついてるんです、リミッターが。結局そこで。あ、ちょびともらおうって。ちょびと、ちょびと。何度なじ、あい。あ、私も少しってさ。飲むの。はい、ありがとうございます。だってみんな行方不明になるじゃん。はい。どっか行ったって探さねえけん、うん、どこ行ったってこいつ、うん、あ、美味しい、酸味が強い。あ、そうですか、うん、あ、酸っぱいやつなんだ。うん、いや、美味しいです、酸味が強くて。なんか、ね、ビッシュと魚のほろ骨のマークのようなのが出てる。君やだ、初めて。美味しいです。うん、酸っぱい、渋み、どっち。よくわかんないっす。なんなの。私は酸味が強いと思うんですけど、うん、でも渋みも結構ありますよね。うん、ありますね。これデキャンタに入れたら味変わるよ。なんか、あ、そうですね、しばらく置いとったら、うん、あの空気に触れらしたらだけで全然味が変わるから。また変わるんですね。私もそんな詳しい方じゃないけど。じゃあ、ね、年末は日本酒パーティーで、うん、あ、でも私も一本いただき物のワインがまだ残ってて、私一人で夜明けに持ってきます。一番やばいやつ。マジですか。はい。あ、じゃあちょっと俺も持ってこよう。はい。じゃあ、あのうちのね、あの家の近くに元気っていうところがあるんですよ。元気いいですね。元気うまいよ。うまいですか。大好きです。今は多分元気でしょうね。うん、ぜひ入手して楽しみ。元気もあれもみんな曰くじゃんもんね。元気と五強ですかね、まあ、五強、五強、五強も人気あるらしいね、今。獺祭もそうですもんね、岩国ですもんね。獺祭より今、岩木の方がいいのかな。私は岩木が好きです。獺祭の岩木の方が。あ、なんかもう一個ね、酒造があるんですよ。村重酒造。あ、村重もありますね。飲みたいですね。今まで売ってないですね、夢見て。そう、探すけど。あ、こっちはない、あっちまで行かないみたいな。あれ、岡山だったんですよね。ネットもないですね。ネットもないですね。あそこまで買いに行くしかない。買い付けっていう形なんですね。一緒に買い付けに行きます。行く？岡山まで。岡山、岡山、広島、あの、あの、あの辺の美味しいやつも。広島の酒もうまいよね。買い付けに行く。いいですか。年末に向けて買い付けに行く。買い付けに。日本酒買い付け。おじキャン。買い付けバージョンみたいなね。あ、サビ。冷えますね。冷えますね。まあ冬って感じですね。まあそうですよね。ちょっと前まで夏だったのに、うん、秋がないだったっけ。秋なかったっすよね、うん、いきなりだから。ほんまっすよね。さわさわ寝てしまったんですかね。出てこなくなった。寝る時間ですね。
結構いい時間ですか。11時はですね、ああ寝ないといけないですね。よし、一旦戻ってちょっと準備をしよう。寝る準備また明日に。はい、では、私寝ます。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、ここに戻ります。ありがとうございました。すげえ、まったりしてますね。これが、こういうまったりがいいよね。ね、あ、今日ぐっすり寝よう今日は雨も降ってないけ、静かに寝られるね。昨日は夜中からまた、それ雨降りて、あ、しまった、耳栓持ってくるわやんでよかったっすよね。そうそうそう、あれここでやるよったらもうみんな寒いよね。めっちゃ寒いでしょうね。お開きが早い。ほんまそうですね。さて寝ようかね。寝ましょうか。ちょっと歯磨きして寝ようか。これちょっと待ってしまう。